えー、改めました中島由紀です、えー、近況報告そういうことでね最近ちょっと気になったというかあのー、皆さんローソンってねはい、はい、コンビニエンスストアが全国各地にございますけど、うん、ローソン銀行ローソン ATM ってこのローソンの中でお金を下ろせる ATM があるんですけどそれ最近あの声優さんの声がするんですよ。あのー、さっき調べたらね、はい、一番最初はね えっとね、伊藤健斗さんと雨宮そらさんがやってたんですってえで、えー、第3弾4弾で畑中佑さんと高橋理恵さん<ー>で今回あの第5弾で河野まりかさんがやってて第6弾斎藤壮馬さんがやってる。<ー> ATM は噛みすぎてますけどね <laughs> <laughs> 弊社 <laughs> で今ねちょうどね SOMA がやってるんですよでこの前 s o m とふらっとねあのローソンに入ったんですよ二、はい、人でしたらなんかスーっと ATM の前まで行ってあのすごい勢いで画面をパパパってタップし始めて <laughs> <え> ATM の ATM から s o m の声でいらっしゃいませローソン銀行へようこそ <laughs> すっごいドヤ顔で見させられて聞かされて <laughs> あ、おえみたいなわざわざ自分でタッチしにいってんですもんね珍しい <laughs> <laughs> <うだ> <laughs> すっごいドヤ顔 <laughs> 何を意味してたんでしょうねいやなんか今俺やでっていうのをね聞かせたかこれだけなんだけどさみたいなあーなんかすごい すごいじゃん、うんえっと、ATM から友達の声するわけよ、はい、だから俺もう今ローソンでお金下ろせなくて <laughs> <laughs> ちょっとこっぱずかしいでさあの響き渡たんだ店内になあ結構音量でかいんですねでかいというか ままあ、まあ,あの今お金下ろしてる人いるなーっていうのは何となくわかるじゃんあ前に立ってる人いるなとかそれでさなんかあの人に聞かれるのも恥ずかしいしなんかで俺が聞くのも恥ずかしいしはい、はい、これあいいつどううう気持ちで俺に聞かせたんだろう <laughs> <laughs> それがめちゃめちゃ面白かったすごい仕事の幅が広いな声優さんって。